はい、ただいまより長島海峡横断国道フェリー乗って天草に渡りたいと思います。いや雨も止んでよかったっす。それじゃあ挑戦します。はい、天草上陸しました。やったー、これからなんですが、教会を見ながらイルカセンターに行くかどうか迷ってますが、まずはイルカセンターに行っちゃいたいと思います。天草の海岸線沿いです。いやすごい風が強い今日は。低気圧もねだんだん抜けてきてるんですけど、まだ雲が残ってますね。ただ雨が降ってないんでもう救われました。道路も乾いてます。ただ風が強いですね。だけどねこれ天気良かったらねすごい気持ちいい道路ですよね。まあすでに気持ちはいいんですけども、風がなければ本当景色のいい道路です。なんかね海岸から近いんだよ道路がね。素晴らしい。このフェニックス見てください。風で流されてます。ダーッと流されてるフェニックスが。イルカがついてる。はい、天草市イルカセンター着きました。これからですねイルカウォッチングクルージング出たいと思います。まあ雨降ってないんで助かりましたけど、イルカがいるかどうか、イルカが見れるかどうかっていうとこですよね。期待していきます。いよいよイルカウォッチングなんですが、この日はですねお客さんも多く、大きな観光船から、漁船までですね、それぞれに分乗して、きました。私はですね小さな漁船に乗るようなことになったわけなんですけれども、かなりね風もあるせいで波も高かったんですよね。まあそんな中で行ってみました。スタッフの話によりますと、波が高い時の方がイルカが見れるというようなことのようです。船着き場からですね
約1キロから2キロぐらいの場所かと思うんですけれども、ここにね、イルカがいるかどうかよくわからなかったんですが、餌付けとかしてないようです。で、実際にいたんですよ。ほんとね、スタッフが言うようにね、波でどうなのかと思ったんですけど、こう波で遊んでるような感じでイルカがね、たくさんのイルカがいましたね。ほんと驚きました。野生のイルカ見るの初めてなものですからね、こんなにいるものかというふうに驚きましたね。ほんと遊んでるようです。ただね、漁船なんでね、結構うねりにね左右されて揺れるんですよ。ただ漁船だからこそね、間近に見れるっていうのがありましたね。おはようございます。長崎平和公園やってまいりました。やったー。はい、ジェスティーマークです。九州5日目になります。今日は長崎、ゆっくりですね、長崎市内を見て回りたいと思います。天気もね、薄曇りなんですけども、雨も上がって今日は快適に過ごせるのではないかなというふうに思ってます。正面にね、文明堂がありますね。長崎といえば文明堂のカステラですよね。昨日はね、船に乗ってイルカウォッチングをやったんですけども、結構風が冷たくてね、体冷やしてなんか風邪気味になりましたね。だけどホテルで薬をもらって元気回復いたしました。今さっきね、平和公園行ってきたんですけども、今からはこれ、出島ですね。出島をちょっと見ていきたいというふうに思ってます。駐車場どこだ。バイクはどこに止めればいいんだ。駐車場探そう。クイーンエリザベスです。止まってんのはすごい、どでかい。長崎はね、今
平和記念公園、それから出島でグラバー山地に行ってみたいと思います。それからねちょっとハウステンボスの方、行きたいと思います。出島なんですが、出島なんであれ、これ出島さ、バイク止めるのどこに止めればいいの？電車じゃん、走れんのこれ。走っていいの？いいんだね。なんか怖え。出島の建物はここにあるんだけれども、わからん、バイク止めれねん。結局ですね、出島付近の駐車場ちょっと分かんなかったですね。で、これからですねグラバーさん家にちょっと行ってみたいと思います。クイーンエリザベス号です。はい、グラバー邸からハウステンボスやってまいりました。初めてなんでね、ちょっと見ていきたいと思ったんですけれども、なんか一人で来るところではないですね。カップルか親子連れですよね、みんなね。まあちょっと見ていきたいと思います。九州5日目のツーリング、今日ね、ゆっくりと歩きました。平和記念公園、そしてグラバー邸、そしてハウステンボスというところで、ちょっと今日はあまり走らないでね、周辺観光をしてみました。もう今日は明日に備えてまたゆっくり休んでいきたいと思います。出島がねちょっと見れなかったんですけどね。それでは皆さんありがとうございました。
また明日、また6日目よろしくお願いします。